ある事象事物について同じ観点でなおかつ同時に肯定しつつ否定することはできない。つまり、どうもかばしんです。テレビドラマ考察振り返り感想へようこそ。本日は君が心をくれたから8話感想です。とうとう千秋が太陽や春日のお母さんだったことが分かってしまった8話。君が心をくれたからの根幹を表すかのように明らかになったけど、どこかで想像もしていたけど否定もしたかったのはなぜだったか。雨もまた千秋が太陽と春日のお母さんだと知っていたかのような空気もあったよね。草加の態度の裏、雨の今後、春日の気持ち、お父さんのあの日のことにまで研究する。もうここまで来ると雨はやはり生きながら得ても自分の残された時間という魂レベルのことしか言わなくなっている。そもそも草加と千秋が出てきた時に驚かなかったのは、やはりキリスト教の復活を信じていたのもあるだろうし、今後が現実ではなくなる覚悟が一番できているかのようにすら思える。しかし今回の永野芽郁さんのこの表情、プロポーズされた時の驚いた顔は実に良かったと思う。またご当地ネタよろしく、さだまさしさんのコンサートに誘う従業員モブキャラもつかみとして良かったよね。8話予告考察より安心したところをまず一つ挙げるとするならば、浅野家は決して雨の介護をする太陽を結婚させるわけにはいかないと、それであの春日のお兄から離れてではなかったということ。家族や親戚によっては例えば犯罪歴があって破談になったりすることもある中で、やはり介護の現実を知れば反対するだろうと、それを考えてばかりいたけど、花火を守るということにもタイムリミットを設けて、太陽も雨もお互いにわからない嘘をつき、ところがその嘘を雨は春日と、ここでまた存在感のある持田にはつけた。その雨が太陽との時間を幸せに楽しむこと、それこそが今回の君が心をくれたからのタイトル、きっと誰よりも幸せな今の回収であり、千秋が繰り返していた今はどれくらいだと思うが花火の10秒と、あの10秒を太陽に伝えた時点で千秋もまた寄り添うという名の嘘のもとで太陽の背中を押したわけで、その千秋の嘘こそが草加の入れ知恵でもあり、案内人としての使命でもあったとするならば、まだまだ五感を失うことだけではないものが伏線回収されていかないとドラマが終わらないわけで、ここで出てきた持田と雨のお母さんにさえ何かの意味があるようにすら感じる。嘘といえば、お父さんが千秋の実家に送っていたという子供たちとの写真、すべて写真はないと言っていたのに、ここで出てきたのも嘘をついていたっていうことだったのかもしれない。誰よりも幸せな一瞬は、優しい嘘も許されるということかもしれない。それが集約されていたかのようにも感じたのだけど、実は嘘についてはキリスト教ではどうだったか。ところで先に、千秋という名前が名字だったのも意外だったけど、先入観っていうのは怖いですね。太陽や雨の背中を押したいという一心でここまで来たものの、迷いがあった時に、太陽は花火に戻る、人は戻りますと草加が告げたことで、雨との結婚や花火師を辞めることを後押ししたけど、ここが最終話をきっと二つに、つまりハッピーエンドか悲しみのレクイエムにするかを分けるのではなかろうか。週末にまた考察動画で言うけど、千秋が案内人として、また母としてと、こういったことも気になるよね。つまり案内人が案内するのは、あの世との境目をうろうろしていた太陽を救って雨を差し出すということなのか。ここを安易に悪魔崇拝のような話として結びつけたいわけではなくて、そんな犠牲も厭わない何かがありそうで、そこが千秋が太陽の母親ではなくあってほしかった気がする理由でもある。君が心をくれたからの君とは雨でもあり太陽でもあるけど、やはりここは週末まで取っておくとしましょうか。むしろ今回の草加の態度に隙があったようなことを言っておくね。そもそもの話として、君が心をくれたからはファンタジーラブストーリー、
以前にも言ったように、君が心をくれたから何々になれたとか、何々できたとか、その後に続く言葉があるはずで、前回の予告考察でも予定説について言ったように、先のことが見えるのか、はたまたそれが神なのか、その代理人として案内人がいるとするならば、どうもファンタジーが残酷に終わるようにもやはり感じてしまうのよ。草加が雨からこの頃優しいですねと言われたのも、どこか隙を見せて見られてしまったようにすら感じる。先ほど優しい嘘という話をしたけど、キリスト教では嘘を許すというのは、それを正直に神に言った場合であり、隠し事の中にずっとある嘘はつくものではないというのがあるらしい。日本でも裁判の時に宣誓をする、あれはキリスト教のそれをもしかしたら踏襲しているのかもしれない。例によって詳しくはないけど、 AI に聞くのも尺なので、あちこち紐解いてみると、キリスト教ではなく哲学の無無純律という言葉にたどり着く。論理学上の言葉であり法則でもあり、古代ギリシャの哲学者アリストテレスによると、ある事象事物について同じ観点でなおかつ同時に肯定しつつ否定することはできない、つまり表裏一体同じ同一であることは間違いがなくて、だから嘘はないということらしい。軽自動車はあくまでも軽自動車であって、完璧に普通自動車になることはないし、あるとすればそれは元から軽自動車ではないとするようなもの。このことから現実世界では嘘をつくそのものよりも大切なのは、なぜ嘘をつくのかということになるとも言われているらしいのね。この君が心をくれたからを全てキリスト教の概念にねじ込んで感想を言うのも無理があるので、今日は少しそんなことも交えたんだけど、優しい嘘の中でも雨がついた、結婚したふり、婚姻届を出すふりというのは取り返しのつかないものであるのにもかかわらず、草加はあっさりと、そんな嘘は神様も許してくれるでしょうと言っている。ここに悪意を感じてしまったのだけど、それは果たして最終回にどうつながるのか。浅野家の今後はわからないけど、草加が太陽が花火師に戻ると言った以上、そこにもまた人間の惰性のようなものが表されるのかもしれない。だけど最後に雨の母親のことについても触れておきたい。雨がこんな状況で母親が退院するということには、母親がかつて雨にしたことの償いが描かれると思う。ある意味介護をするかのようなものもあるのかもしれない。しかしここを仲良く暮らしましたとさっとするにはちょっと問題がありそうで、雨が資格を失った後の4月に母親は退院するわけだよね。だとすると、母親もまた誰かにサポートしてもらわなければ、雨と共倒れになるといういささか現実の介護問題のようなことが想像され、ここもまたなぜ4月なのかというタイミングの悪さが露呈している。二人三脚の幸せが太陽抜きでできるのか、そしてまたそんなことを本当に母親が望むのかというあたりにも、まだまだ展開がありそうな気がしてならないのよ。また聴覚が最後に残ることは、人間の五感のうち最後の時まで残るのが聴覚だというのになぞらえていそうで、このあたりはまあ当たり障りのないことになるのかもしれないけど。ところで君が心をくれたからには、常にサブタイトルの伏線回収がつきものだけど、最後に回収するドラマタイトルがどんな感じになるのか、よかったらコメント欄で教えてください。テレビのことをネットで語るがラジオのように聞いてほしい、 Like a Radio。 今後もぜひチャンネル登録、高評価、楽しいコメントお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。それではまた。お相手はカバシンでした。 Sleep and see you. Adieu.